ニュースポストセブンです。意外な交友関係の背景です。膝関節の手術のため入院していた和田アキ子さん、入院中はお見舞いを拒否していましたが、藤原竜也さんは病室に招き入れられていました。藤原さんが10代の頃から面識があるという2人、実は共通点が多いそうです。2人ともギャンブル好きで、大阪の南で不良番長と名を馳せた和田さんに対し、中学時代は悪だったという藤原さん。芸能関係者は、姉御肌のアッコさんですが、藤原さんは子分というより自分に似た子供という感覚なのかもしれませんと話しています。ニュースポストセブン。